私たちはメシアに出会った。その時ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めるのかと言われた。彼らが、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと言うと、ラビ、先生という意味です。イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことにある。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。私たちはメシアに出会った。